ササルームにも来てくれて、元気っき、名前はとても知っている。最近よく名前見る。ありがとう。パルタサッティー、サッティーだよ。それコマちゃんの呼び方だ。サッティー。ナオトくん、こんばんは。あ、マイカ推しのナオトくん。ナオトくん。クリちゃん、こんばんざい。あ、ネロ、ネロが花火ぶち上げてくれてた。ありがとう。すごいぶち上がってたね。パーティーパーティー。ナンシー、こんばんざい。安典、こんばんは。ハートくれてる。パルタ、今日の近未来会館からからのメッセージ配布が、おお、始まる。始まり始まり、ん、生誕、生誕か。かくかく、エメン版も一緒のやつなのかな。みんなと一緒か。でも目の保養に来たね。いいね。保養して、保養、保養、保養よ、よよ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 。今日は髪ウェーブにしてたんだけど、もう取れた。もうほぼほぼ取れた。すぐ取れるんだよね、笹顔の髪。でもさ、帽子とかかぶるとさ、すぐ癖つきやすいくせに、もうね、巻きとかはすぐ取れる厄介な髪してるね。およよよよよ。サマス、それなんて読むの？トーテンクのディナーライブでお腹いっぱい。そう、今日そっち行ってたね。トーテンク。メロ、あ、かわいい、遅れてる。ちょっともう浴衣じゃなくなっちゃったけどね。浴衣また来年かな。元気気持ちちゃん推しですが、バンザイジャパンのライブめっちゃ好きです。え、確かさ、なんか、あ、どっか、あ、ツイートだっけ、なんかさ、書いてくれてなかったっけ。嬉しい、そう言ってくれるの。やっぱね、みんなが楽しめるライブをね、心がけているので。ありがとう。今度お話ししましょう。元気気待ってます。もちもち美味しい。え、もちの今日の髪型めっちゃ可愛くなかった？新宿キースタジオン。パルタ、セーターマリアに預けてもらうからよろしく。オッケー。まあ、こんばんざい。お、まるちゃんも来てくれてる。まるちゃん、最近さ、名前あんま見てなかったから元気かなと思ってた。元気？お久しぶりだよね。最近まるちゃんいなかった。でもさっきインスタもさ、ハートをしてくれたでしょ。しんごちゃん、ありがとう。今日は、あ、そうだ、開封した砂時計。これ3分測れるんだね。砂時計、綺麗な砂時計。え、砂時計ってさ、見てるのも好きだから、今家になかったからさ、何気めっちゃ嬉しい。砂時計をいただきました。松本市美術館のやつ。3分測れるって。砂時計ってなんか見てるだけでも楽しいよね。パルト、メンバーの大名作詞さんも、あ、デザイン一緒。タケノコだ。笹川さん、サンシャインの推しキャラ。サンシャインの推しキャラ、誰だろうな。前ヨシコって言ってたけど、果たして本当にヨシコなのかだんだん分からなくなってきた。推しキャラ、でも誰かって言ったらヨシコかな。のり、今日は唇が、あ、セクシー。そう、最近この前ね、新しいリップを買ったんですよ。あと最近ちょっとオーバーリップ気味に描いてる。ヨリリウムさん、ライブ配信で見てました。ああ、ありがとう、見ててくれて。かっこよかったです、ありがとう。見てくれて。今日はさ、すごいわちゃわちゃライブでしたね。ユズポ
ぱ浴衣撮影会ね、いつだろうね、あるのかな撮影会。そっか、最近撮影会というもの、まあワンマンのツアーぐらいかやってたの。リリーベはしばらくねやってないしね。まあどうも元気でもツイートはしてるのはね見ている。元気気持ちちゃん、いつでも、そう、もちちゃんはいつでも可愛い、常に可愛い。今日も本当可愛かったです。よかったよかった、もちこ。まるちゃん元気じゃない、元気じゃないの、何があったん。今元気出た、本当よかった。今日かっこ可愛い。そう、髪はふわふしてるけど今日黒シャツだからね。キリ元気ないん、笹川が元気にしてあげよう。元気になって、元気はつらつ、オロナミン C あげる。ねる、巻き巻きしてるのになんでなんで戻っちゃうのって笹が言ってたってさやきちが言ってた。なんで戻っちゃうの、なんで戻っちゃうのってなんだ、なんで戻っちゃうの、なんか言ってたっけ、うちなんで戻っちゃうの、なんだ、わかんない、言ったくよくない。てんちゃん、ササウオ、ササウオ今日も可愛すぎる、魚じゃないよ。てんちゃん今日来なかったの、来てくれるかなと思ってちょっと待ってたんだけど、海賊フェス。さあ、まず東天湖、上野の中華料理の名店東天湖。わあいいな、中華食べたいな、中華好き。まあ結局何料理でも好きなんだけど。しんごちゃん、カップ麺食べるとき、あ、もう、ちょうど3分経ったみたい、今ちょうど落ち終わったから、さっき逆さにしてから。でも笹川さんね、なんとあのカップ麺食べるときに3分待たないんですよ。バリ方が好きだからすぐ食べちゃう。じゃあ配信で3分測るように。配信で3分測ることそんなないかな。ティンちゃん、チェキ手形っていう存在を最近したんやけど、今買っても、ああいいやつ、いいやつ。そう、チェキ手形、なんか10枚買うと、ん ?10 枚セットみたいなのを買うと15,000円で11枚、1枚分お得についてくる手形セットから、だからなんかこう特典会の受付の時に手形セットくださいって言ってくれたら15,000円で11枚分ついてくるから、でその時に取りたいメンバーの分を使うこともできるから、例えば手形セットをゲットして、でその時にもう笹川と2枚取りたいって場合は、9枚返ってくるのか、チェキ手形で。それをこう持ってて、次の時に、次特典会来た時にペッて出してもらえるだけで、もうお金、現金は払わなくてもそれでチェキが取れるよ、チェキ手形。そっかそっか、ごめん教えてなかったの。そう、チェキ手形なるものがあるんですよ、バンザイジャパンには。ネットで買うこともできる。竹の子、よしこ了解しました。京都もし行けたらソロアルバム投げます。うわー、でもそんな あれよ、熱烈なファンとかじゃないから。誰かって言ったら、よしこ
こかな。うん、ムーンライダーこんばんざーい。田んぼ誠一だ、初見じゃない。あの元気で定期的に来てくれてありがとう。定期的に真央の調子を気にしてる。で毎日気にしてる。水パパ今日は大満足な一日でした。よかったです。今日何気にね3本全部見てくれた。足軽ジャパンちゃんもねすごい。ともちんこんばんざーい。水パパ真冬で浴衣撮影会メンバーが死ぬよね。あでもああいうなんかあれなんていうんだあれ、あのモフモフしたやつ、でもあれすると訪問着みたいな感じになっちゃうのかな。なんて言うんだろう、わかんない。ああいうのも着てみたい、冬の浴衣。まるちゃん元気はつらつ、ありがとう。そうだよ、元気なくなったらささががいつでも。今ここにさシーセンずっと買ったんだけど飲んでないシーセンもここにある、あげる。てんちゃん今日の浴衣笹を脱ぎとし損ねた、多めに写真撮ってたら次の音楽で書いたりする。あーいけんのかな、いけるのかな、いけるかな、どうだろう。うん、でも明日とかの音楽で、いけん。でもそしたらみんな OK になっちゃうか、みんな OK な感じになっちゃうのかな。うーん、送ってあげたい気持ちはめちゃめちゃあるけど、笹川的には。でもそしたらみんな何でも OK になっちゃうからダメって言われそうな気はする送ってあげたい。笹川が載せる写真を保存してそれかまた着る。まあ昨日さっちゃんのおかげでノリゲットしに行ったねノリゲットして正解だった、ありがとうね。てんちゃん今日は昼寝して起きたら、おうおうおう昼寝しすぎやな、おうおうおう、今日はね浴衣特典会来た方がよかったよ、これだなら浴衣笹。そうもう着替えちゃったけどね。トレジャーで名古屋にいるのですがカポの電波が1です。あらららら、電波ない、頑張れ頑張れ。外出たら電波3つになるよ。綺麗な砂時計でしょ、いいでしょ。あもう3分経ってる。もらった今日。笹川が水色好きだから水色かな、たまたまかな。あるじゃさっきバリカタ派、そうバリカタめっちゃ固め派麺。カップヌードル1分で食べる人、1分待たなくても食べれる。カップ麺はバリカタにしない、めっちゃ美味しいよ。ラーメン屋なら針金しちゃうけど。イズパパ今日のチルドがメンバー用、あれねこうやってるやつ、指差しまだ送られてきてないね。ひななたパパーティーのパ、ネル音楽ハッピーセットですよ、ビコラに書きましたが、あね動画もそれ用に届いた、それ用に撮ったよ。もち任せて、ありがとう頼んでくれて。あ赤羽さーん、こんばんは、お久しぶりの。さっき星投げてくれてた。リンネクこんばんは。あ、ショコリキササのあれもしてくれてるよね、ツイート。聖地バレたか、コマちゃんは引っかかったのに笹川の目はごまかせないっす。じゃあ今オンラインで、おチェキ手形買った。なんかそれさ、あのネットで、あの次現場来た時に、まあ、まだ自分の手元に届いてなければ、もしすぐ来られる感じだったら
ネットでチェキ手形買ったんですけどって、その画面を見せてもらえたら、受付のスタッフさんに。なんかその場でもらえたりもするらしい。結構そうやってる人を見る。リネク今日は一日通してお疲れ様でした、イエイ。え、でも全然さ、不思議と疲れてないんだよね、全く。ムーンライダーこのくらいの髪の長さだと、え、セクシー。最近ライブ中にベロ出しがち。長いらしいベロ。え、でもどれぐらいが長いのかちょっと自分じゃ全く分かんないんだけど、よく長いって言われる。でも自分の見てもあんまり長いのかどうか分かんない。普通の人どれぐらいよ。普通じゃないって思うんだけど。でも長いと滑舌悪くなるからやだ。だからもうちょい短い方が良かった。長くてもそんないいことないもん。リズパパモフモフは夏を感じないのダメですか。風邪ひかせる気ですか。あれダメ。パンダちゃんこんばんは。まあ専属介護士さんいて助かる。あ、専属介護士さんだった笹川。あと先考えずに走ってるわは。え、でも笹川もそんなもん。もう今のことだけとりあえず考えてブワーって走ってる。タカペこんばんざーい。イズパパ声出なくなった。いや、そんだけ声出したらね、4現場今日全部声出しかだったもんね。だけどこれ大丈夫でしょ。自分がサンシャイナーっていうんだ。過ぎてあげたいだけなんで。11月にも頼まずで、あー、ちかちゃんの旅館。なんだこんな話し方か。ところ戻すわ。うん、普通になんで敬語なんて。サマス今日のフカヒレスープは上海ガニ。上海ガニは読み仮名なくても読めるぞ。カニ味噌仕立て。あ、カニ味噌好き。ばあちゃん家でよくカニ味噌食べてた。おいしそう。てんちゃん今日って私服音楽。あ、ごめん、あれね、リプランには書いてあるんだけどね、4日から変更になったんだよね、7日に。なんかそれ決まって、笹川があのスケジュール一覧更新した直後に7日に変更になっちゃって、うわーって、うわーってなった。嘆いた一人で。そう、あの笹川のスケジュール一覧みたいなところには4日私服オンライン落一落って書いてあるんですけど、すいません、結局その後予定変更になったっぽくて、なくなって7日水曜かな、5月、うん、7日水曜日にあるっぽいです、私服オンライン落。他県の子外出たらやだよ。外出たら死ぬほどキャッチいるもん。あー、名古屋のあの治安悪いあたり。名古屋の街治安悪いもんな。赤羽さんカップ麺をちょうど食べたところであった。あ、3分測りました。もう食べたか。ルミパパやーやーやー。今日さ、あれふみちゃん予約してたよね、ルミパパ。ラブちゃん、ちょ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 。今日ね、仕事終わりに来てくれてありがとう、感謝。そして夜勤の人にも感謝、ありがとうございます。サヒのバイト先の夜勤の方ありがとう。リネくん、ショコリキササいいね。まさかの公式が沖縄に合わせて。ショコリキ、あ、このこう甲の伸ばし棒タイプね。なんくるないさー的な。ひな、こんな夜中にパーティーしちゃダメなんだぜ。なんだっけパーティーちゃんのね、どんなだっけ、忘れた。パーティーちゃんだ。
ひなだったあの真ん中の男の人だったんだ。うん。てんちゃんほなら受け取りに今日の近未来会館取りに来いってことですね。行ってもよ。あ、今日来い。怖い。なんかもうテロップもさ、だんだん圧強めになってるもんね。来てね、ひなって。だんだん文の終わりに向けて圧が強くなってくるテロップ。来な。パンダちゃん、あ、写真見れた。見た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 。良い写真、両写真を。たけのこ最近頑張ってて、今日も同い年とフェスデート。充実してんじゃねえか。趣味合わせるのはしんどいね。うん。やっぱ自分の好きなものと相手の好きなものが一致するのがやっぱね、一番何よりもいいと思うけど、まあさすがにそんな 100% 全ての趣味が合う人ってなかなかいないと思うけど、合わせに行くのは絶対、ずっともし合わせてたらこれから疲れちゃう。パンダちゃん、お仕事中か今。お疲れ。リネくん、2日販売開始の当日に飲みに行ってすぐツイートできたからよかったね。よかったね。さすがもゴディバ飲みたいと思いつつまだ飲めてない。ゴディバの飲み物まだ飲んだことない。固形チョコしか食べたことない。しかも自分で買ったことない。いただき物しか。ムライダー、金髪具合と黒服がいい感じ。ちょっとなんかホストっぽいかな、黒い服と金髪。黒シャツ、今日は全身真っ黒の人でした。まあそれがいいよね。もう後のことはどうでもいいや。今大切。イエー、今が大事。後のことなんて後で考えたらどうにかなる。まあ全く考えなさすぎるのもあれかもしれないけど、はい、死んだりなんかこう、家族とかに迷惑かけなければイエイ。たけのこ、お絵かき大好き。インドアちゃんが体育履修してるようなもん。例えが。たけのこ、敬語、アイドルから離れて3ヶ月くらい経ってたし慣れてなかった。今ストレストゼロパワーでさちゃんに慣れてる。酒の力借りてんのか。そう、なんか急に敬語にするやんって思ってた。あ、三好さんも来てくださった。ありがとうございます。元気はつらつオロナミン C をこの前いただいたのをようやく飲んでました。さっき配信前に一口飲んだ。ありがとうございます。オロナミン C、 オロナミン C CM お待ちしてます。誰か関係者の方いたら、大塚製薬の関係者さん。ネロ、今日一日ありがとう。ありがとう、本当に。こちらこそ、こちらのセリフ。おやすみね。フルニーコンバササーててれー。まるちゃんおやすみ。癒された。まるちゃんが元気出ますように。シューモン、こんばんは。ラプタン、こんばんざい。かゆ、うん。ルミパパ、この前のシャングリラも今日も楽しかった。イエーイ、楽しい楽しい。また早くさ、メルマルさんとあんまり最近対バンかぶってない。対バン一緒になりたい。
胎盤かぶりたいよ、かぶりたい。週末配信で今日のライブ少しました。お、ありがとう。全部見て全部。しんごちゃん、パンパカパン、パンパカパンパーティー、パンパカパンパーティーしたい。カロリーカロリー。たけのこ、次近々に2泊するね。うえ、金あって泊まりに込める選ばれし人間、すごいな、言ってみたいそのセリフ。しんご50カウントひな芸人ネタ。そう、パーティーちゃんはね、この前履修したから、やっと時代の波に乗り遅れて履修した。できればマインドギャルになりたいから横二人。え、じゃあうち、あの団長みたいな人やる。ダメなんだぜって言うてやる。すみません、北海道まで真面目に働くから頑張れ。北海道でまた会おうな、また再会しよう。なんか僕はホールワーカー作って定期的に女さんとフェスデートしてるんですよ。笹川さんだって全然デートなんて全くしてないのに、タケノコはデートしてるんですか。そんなに噛んだ、しょっちゅう。宮下さん、あ、リンドールちゃんともらいました、食べました、ありがとうございます。イエーイ、リンドール美味しかった。でも帰ってから、家帰ってから食べようって思って食べたらちょっと溶けちゃってた。でも美味しかったです。ありがとうございます。リンドール美味しいね。リンドールって噛むとなんか中からとろーってしてくる。美味しかったです、リンドール。コメント読むの遅くてごめんなさい。タケノコ、彼女はいない、助けてください。すごい。え、でもさ、デートってさ、なんか自分付き合ってから恋人と行くものがデートだとずっと思ってたんですけど、なんかさ、そうじゃないんだね世間一般は。付き合ってなくてもさ、付き合ってなくてもデートって言うん感じ。え、どっからがデート。普通に、え、付き合ってなかったらなんか単なるお出かけでは。デートってどっからデートっていうかわからない。デートっていうのはなんか彼氏さん彼女さんとかとデートするものなのかなって思ってた。笹川的思考。リンネ君、ドリンクはその場で飲まないと溶けちゃうからね。え、溶けちゃう、ドリンク溶けちゃう。ああ、ああいうフラペチーノ的なってこと。ちょっとなんか氷っぽいやつ、なんかメンバーと一緒に。まあ、勇気はありがとう、人に迷惑はかけないよ絶対に。勇気、元気、アンパンマン、よくわかんない。りんちゃん、今日も笹尾が尊すぎてしんどい、あ、倒れてしもた。明日来たらいいことあるよ。ルミパパ、ももこも毎日飲むほどオロナミン C 大好きなんで、あ、本当に二人でオロナミン C の CM やろう、あの崖登るやつ。あれ、それってリポビタンで。GTR こんばんざーい。しんごちゃん、オロナミン C の CM だとジャイアンツより有名にならないと。そっか、険しいな。いや、でも言ってたら可能性あるから、言わないよりオロナミン C の CM やりたいです。25日のクラブって、あ、そっか、25日一緒か、イエーイ。ちょっと遠い、まだ。でもライブ全部番外編だけ見ました。あ、フロントセブンちゃん初めて見た、曲いいよね、フロントセブンちゃん。タケノコ、サツとユミちゃんの配信しか言ってない、そこだけ慣れたよねって感じある。敬語はいらん、敬語はやだ、いらねえ、いらねえ。
結果出せてません。あ、エマリンだ、こんばんは。エマリン、9月の10、16、17、勤労なんだけど、名古屋行くよ、またもし会えたら待ってる。16日が夜で金曜日だから、17日が2本、まだ時間出てないけど出演ある。リンネ君、リンドールは中のフィリングが、フィリング、おしゃれな言い方、美味しいんですよね。ルーレット、あ、ルーレットっていう商品か。お、すみちゃん、さっさっさ、このスケーキ、今日はお祭り騒ぎあったけど、また違うポジションでしたね。さこのすけポジションじゃありませんでした。今日は久々に悩み事のポジションでしたね。ひな、あの真ん中の人、しっかりお笑いと向き合ってる感じして好き。あ、そう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 、なんか絶対あの人真面目なんだろうなって思う。それがいい、声がいい、声が。リンツもゴディバと同じくらい好きですね。リンネ君はつまりチョコが好きっていうことだ。チョコ好き。やば、そろそろ配信終わんないと、まだやることあるから。1時半でしょ今。そろそろ配信終わる。タケノコ、異性と2人で遊びに行けば、デートなんだ。へえ。あ、そらうねさん、こんばんは。まあ、ささちゃん400年生きてるのに、ピョ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 っていうことにしたい。そのピョじゃないと思うけど、ダークダーク。やまり、男女のお出かけはみんなデートなんだ。親子でもデート？お父さんと娘さんとか？そうだ。ニーニーとかでもデートになるの？それ。でもダブルデートとか言うもんね。それってお友達関係だったとしても。どっちに好意がなくてもデート？でもなんかデートって好意が発生するものなような、なんか感じがする。なんていうの、デートの定義難しいな。デートって広辞苑にはなんて書いてあるんだろう。デート特典の法則が確かにそうだ。でもデート特典は多分行為発生してるから笹川的に行為が発生したらデートフ片方だけでも、もちろん両方でも、完全なるもう絶対的どちらにも恋愛的感情がないフ完全友人関係一対一お出かけは単なるお出かけな感じがする新しい言葉もうアンパンマン好きね。まあアンパンマン好きだもんね。アンパンマン元気100倍、アンパンマン、ハンパンマン、あ、言ってなかった。リンネ君、氷も一緒に砕いてあるので時間が経つとちょっと溶けて水っぽくなっちゃう。あ、そういうフラペチーノ的な感じね。分かった、フラペ。海パパ、崖登るのはリポビタンか。え、崖登りたいからじゃあリポビタンでの CM する。上のホイップも、あー沈んでくる、確かに確かに。いやさ、愛があればそれはデートなんだよ。あ、やっぱ、あ、でもそっか、恋愛的愛じゃなくても、なるほど、親子、家族愛っていう
可能性もあるのか。あ、じゃあ愛はなかったらデートではない。まあそうだよね。なんかの買い出し一緒に行ってきてって言われて、全然愛ない人と二人でお出かけしてデートになっちゃったら困るもんね。何らかの愛、人間的な愛でもデートになるのかな。難しいね。ルミパパサチオファイト一発リポビタンで。オロナミン C の CM は何？あ、元気はつらつオロナミン C か。どんな CM だったっけ。やすのり今カットフルーツ食べてました。パイナップルですか、絵文字的に。エマリー崖はリポビタンですだったな。フルに初の3本回しできて楽しかったね。えありがとう、3本回してくれて。しかもアリピョンの方も行ってね、すごい忙しかった。サマースデートか、サチャに会いにライブ行くのは。あ、デート、それもデート。エマリン16日夜会いに来て。何時からだったっけ、なんか8時台だった気がする確か。エマリン待ってる。16日はね伏見ライオンシアターで、その日ライブ、バンズイジャパンのライブは全部写真と動画撮影可能だから、おいでー。一郎ちゃんショートカットかわいい今嬉しいけど今ずっとショートカットやんけ今日はねちょっとあのウェーブ、軽くウェーブさせてます。ウェーブ。たけのこさちゃんにもちかちゃんの実家行ってほしいけどね。従業員さんも社員さんもじゃいい人。旅館気になる。あーのび明日行けたらだけど、月曜から金曜まで関東某所で南京出張、そのまま北海道もちろん何一つ行っちゃえ行っちゃえ、何とってなくても。やばい、笹川もやること終わらせなきゃ。南京おつささでした。てんちゃん一生一緒に配信して一生一緒にいてくれや。てんちゃんも配信するってこと。みんなお疲れ様でした。明日も頑張ります。なおデートの定期コメントの中でアンパンマンとか言ってた一人だけね、アンパンマンミュージアムデートだね。マオが一番嬉しいのは意識したらデート。なるほど、いろんな定義があるんだな。意識、初デートは学祭に遊びに行きました。わあ、淡い思い出。どこの学祭だろう。新潟のとこなら聞いたら分かりそう。だけど友達関係だとしても好意がなくても男女で出かけりゃ世間的には。へえ、デートなんや。ずっとなんか付き合ってないのに、あ、それもデートなんだってずっと違和感を覚えてた。スージーこんばんは。家族男女4人とかなら普通に家族のお出かけ家族の男女4人はね、確かにそうやな。ティンちゃんおつささんビーム。今にオロナミシ昔は巨人の選手がしてた。なんかオロナミシ上戸彩さんのイメージがついてる。ティンちゃん13時の海賊ベースのチケット、おー取ってくれた、ありがとう。笹尾の所有物所有してる。私はあなたを。今日バンド友達と飲みに行くことになったから。あ、そうなんや。また近々行くね。
コロナミン氏は小さな巨人です。昭和の CM、 小さな巨人、なるほどな。でもバンズジャパンってどれぐらい先のライブ予定決まってるものなんですか？まあ1ヶ月先は決まってる。なんか大きいものは数ヶ月先も決まっから、数ヶ月前から決まってるともあるけど、でも大抵結構半月から1ヶ月前ぐらいに結構ポコポコいっぱい入ってくる感じかな。だから10月のスケジュールも早めに出そうって思った。分かるとこだけ告知できるとこだけ。まあおつささー、いわちゃんこんばんは。終わっちゃうけど、そろそろしんごちゃんお疲れ様でした。たけのこ BJ キュートの日は、ああ大抵遅いなら、あ大抵なんか18日の送られてきてたの。決定効果告知していいか分かんないけど、まあデートって何やったっけ、あたデートってなんだ、定義調べよう。てぃちゃんコメント続いたら一緒配信してくれそうだからじゃないんだよたまにもう強制終了する。ひなおつーん、みんな寝ないとダメなんだぜ。うん、おやすみ、ありがとうございました。お話ししてくれて。明日的な今日は渋谷近未来会館で19時30分からなんと30分ライブだし、写真動画撮影可能なので皆さん来てください。待ってます。ささ予約お待ちしてます。何とぞ、ささやくさん最近すごく控えめでささやが嘆いてるので、会いに来てくださる方お待ちしてます。あすきちゃんなんかすごい花火くれてる、ありがとう。めっちゃ花火、めっちゃ花火ぶち上がってた。うー、おやすみ、あ、やばい、眠くる。おやすみなさい。あ、リシャールさんごめんね、終わっちゃうんだ。ありがとう、おやすみなさい。